ティア・ハーツは日本のプロレス団体ドラゴンゲートのマット・ブランキーを脱退した BB ハルクと俺たちベテラン軍を脱退した持月し明とドラゴンキットが結成したユニットである。2014年8月2日の KBS ホール大会でオープンザ・トライアングルゲート王座の時期王者決定戦トーナメントでユニットに属していなかった BB ハルクのパートナー X として登場した。 もち重きとドラゴンキットのトリオがユニットとしての初日。この時点でもちきとキットは俺たちベテラン軍に属していた。この時はユニットではない即席チームでチーム名としてはもちきの発案でパンタロンズとなった。このユニット名をキットは拒んでいた。この時はミレニアルズとの6人タッグマッチを行い勝利。またこの試合で UD が顎を骨折する。 8月3日の同会場でのオープンザトライアングルゲート王座時期挑戦者チーム決定トーナメント決勝戦でモンスターエクスプレスと対戦勝利。次期挑戦者となる。8月5日、後楽園ホール大会でハルクがマット・ブランキーとの 1VS4 のハンディキャップでのオープンザドリームゲート王座選手権試合を行う。試合にはマット・ブランキーの暴挙を見て持ち月と キットが試合に加入するも、土井刺激に敗れる。またこの日、モチキとキットが第一試合で、ガンマと組み、ジミーズとの6人タッグで対戦し勝利する、モガンマの握手を拒否し頭を下げて退場する。8月9日に、シーマの外戦工業で、シーマとモチキとドン・フジーとハリウッド・ストーカー、市川がタッグを組み、マとブランキーと対戦し勝利。これが、ベテラン軍で、 もちが戦った最後の試合になる。またこの日キットは、ハルクとタッグを組み、ミレニアルズと対戦し勝利。8月10日、名古屋国際会議場大会で、オープンザトライアングルゲート王座に挑戦するも敗北。8月17日、大田区総合体育館大会で、暫定王者のドイと20代王者のハルクが対戦し、ハルクが勝利。もちとキットは、ミレニアルズのエータと、 ティーホークの持つオープンザツインゲート王座に挑戦するモティーホークのベラクルスでモ月が破れる。その試合後、ユニットとして正式に新ユニットを結成することになった。またユニット名は9月の後楽園大会で発表するという。またトライアングルに挑戦して負けた際にモ月がパンタロンズはそのまま解散した。という。9月6日。 兵庫県立文化体育館大会でサマーアドベンチャータグリーグ2014の公式戦が始まる。このタッグリーグにはハルクとモ月がエントリーする。9月9日、高楽園ホール大会でユニット名を発表する。ユニット名の発案者はハルク。この日ディア・ハーツとしての初戦をモンスターエクスプレスと対戦し、モ月の新最強ハイキックで 戸沢が負ける。10月9日、高楽園、ホール大会で、モンスターエクスプレス VSD や、ハーツシングル3番勝負を行い2戦目で、ハルクが、吉野正人に勝利するも1戦目で、キットが、高木慎吾に敗れ3戦目で、もちが、戸沢明に敗れ待て越してしまう。また以前より、新メンバーを募集していて、今大会で、両津清水を勧誘して、 そのゴズボンをやるとのことで加入した。2015年1月16日、後楽園ホール大会で、それまでドクターマッスルに奮していたクジーがメガバイトを裏切り、ユニットに加入。10月4日、博多大会でミレニアルズ解散後無所属だったフラミータの勧誘に成功。二千十六年二月四日、後楽園ホール大会で開催されたユニット解散 ウェイイルミネーションマッチに敗れ解散。ありがとうございます。